どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。今日は10月17日ですけども、日付はこの際あんまり関係ございません。メールボックスとかそれから LINE に登録したりすると、これが儲かりますよとかね、これが最速で稼げる手法ですみたいなのがあると思います。で、今回はそういった情報の受け取り方についてお話しようと思います。やっぱり話半分っていう言葉がありますけども、話10分の1とかね、話100分の1で聞くとだいぶ冷静に見えるんじゃないかなと思います。でもね、今すぐお金が欲しいとか、今すぐ簡単に稼ぎたいとかっていう自分の欲とか、自分の解決したい問題を焦って何とかしようと思うと、爆速で稼げるとかね、1秒で億稼ぎますみたいなのにね、やっぱりね、目を引かれちゃうんですよ。でもそうではなくてね、そうではないと。確かにたくさん稼げる方法はあるのかもしれないけれども、その最強のノウハウを扱える力量が自分にはないってことを忘れないでいただきたいんですよね。冷静に謙虚に、自分にはそこまでの力がないけど、いつかそうなってみせるという気持ちは持っていいと思います。やっぱりね、稼ぐって言いますけども、必ず誰かがお金を払ってるんですよね。で、その払うお金に見合った自分でいるのかなってことをいつも忘れないでいただきたいかなと思います。それこそね、今まで大きなお金を稼いだこともなく、なんだったら借金に追われているような日々ね、そんな中でお金を稼げている力量が自分にはないわけですよ。そういった自分がいきなりバンバン稼げたりとかね、最速で1億とかね、そうではないだろうと。だけども今日中に1万2万ぐらいならなんとかなるかもなぐらいの希望は持っていいと思います。で、この希望は実際現実なんですよね。例えばポイントサイト、私がもうしつこいぐらい10年以上ポイントサイトを実際にやったところを動画でお見せしたりとかね、ポイントサイトのモッピーとか、それから今日なんてのはハピタスってポイントサイトを紹介しました。さらに言うと、住宅展示場に行ってタマホームですよね、2万もらったり3万もらったりっていうのを動画で上げたりとかしてるでしょ。私だけじゃないですよ、そういうレポート上げてるのは。だからそういう単発みたいなのあるわけですよ。でも所詮単発ですね。今日タマホームに行って2万円分のクオカードもらえたら、タマホームに行ってそうやったクオカードをもらえるようなチャンスはもう二度と来ないわけですよ。で、他の住宅展示場に行きますとね、やっぱりね、限界はあります。そこで1億なんていかないわけです。ただそういう体験ができますよってことではあるんですよね。でもあくまでもそれはそういったことをやっている会社のプロモーションの一環として、そのおこぼれをいただいているに過ぎませんから、そこに依存するもんではないんですよ。じゃあどうやってね、お金を稼いでいけばいいのか。それはまず一つは、商品の選定する自分に目が養われているかどうかなんですよね。何をやったらいくら稼げるのかわからないまんまに誰かの言う通りにやること、これがね、ちょっと危険なんですよね。もちろん誰かに教わる以上は誰かの言う通りにやった方がいいと思いますけども、最初から大振りしないことです。ホームランを狙うよりも、まずはね、まっすぐ飛んでくるボールが自分のストライクゾーンなのかボール球なのか、これを見分けるために最初の一歩を踏み出す必要があるんですよね。じゃあポイントサイト、本当に稼げるんかいな、一体そんなことをして企業側にどんなメリットがあるんだと、そこに納得した時にやってみようという行動が生まれて、実際にやったらそういう風になるわけでしょ。で、とりあえずは1000円とか2000円稼ぐ地盤は整ったなっていう風に一歩一歩踏みしめていくわけですよ。だからね、プロモーションする方としてはね、例えばタマホームだったら3万円とか2万円とかって正直に言うと思いますよ。ただやっぱり注意事項に、報酬目的の方はお断りですみたいなのも書いてあると思うんですよ。それ当たり前ですよね。やっぱり家を買えるバックグラウンドがあって、見込みがあって、そしてきちんとセールストークをね聞くような時間を確保して、2時間なり3時間なりをきちんと空いた時間として持ってくる人に対してだと思うんですよ。プラス家を買えるようなちゃんとストーリーがあることね。例えば私でしたら、自分の持ち家があります。ローンもありません。なんだったら貯金があります。土地は自分のものです。だから中古で買ったこの家の建て替えをして、また新たに一戸建てを据えることができますと。
土地の広さもそこそこありますよ。それはやっぱり会社側もね、私がインターネットで申し込んだ時に Google マップとかで住所を調べるわけですよ。あ、この人だったらきちんとしてるなってことで予約を入れてくださって、そこに私は奥さんと子供と家族で行くわけですよね。で、家族で興味深く話を聞いたりとか、それからモデルハウスを隅々まで見て、で、真っ当な質問とやり取りをするわけですよ。で、話を聞いて、じゃあ終わります、さよならみたいに帰らないわけですよ。ちゃんと家を買ったらどうなるかなとか、こういう間取りはどうかなとか、2階に行くまでに階段のクランクはこうどうなのかなとかね、やっぱり実体験を込みでセールスマンとやり取りすることによって、そこに信頼関係が生まれて、じゃあ今回は以上でございます、次は見積もりがありますんでよろしかったら日程の相談をみたいな、次にやっぱりねつながるような話になっていくといいんじゃないかなと思います。で、実際私もね、いろんな住宅展示場とか寄らせてもらって、まあ、非常に勉強になったなってことと、予算は大体どのぐらいだったらどのぐらいのローンになるのかな、自分はその審査に通るだろうかっていうふうに、やっぱり家を建て替えるっていうようなね気持ちにはなりますし、建て替えない場合は例えば今ある家を売却していくらぐらいの頭金になるから別の土地を買って、そこで新築をまたね建てていこうか、その時は注文住宅なのかそれとも建て売りなのかって、まあ、そういうふうな流れをやっぱお互いに打ち合わせていくことによって、やっぱりね私も最初はね報酬目当ての部分ありましたけども、実際に今はね見積もりを取ったりとかね、相見積もりしたりとか、なんだったらマンションの方を見に行こうかなみたいになってるわけですよ。これはいろんなセールスマンが私に対してものすごくね関心を持つようにお話しくださった結果だと思うんですよ、うん、だから実際に私家を建て替える可能性はね十分ありますよね。だって今住んでる家30年以上の中古住宅ですよそうなってくるといろいろとリフォームにお金かかるんですよ。軽く見ても気になるところ全部やろうと思ったら1000万超えるんですよね。お風呂周り、台所古くなってます、水道もやり替えないといけない、なんだったら駐車場、庭、こういったものに手入れないといけない、そうなると軽く見て何百万だなっていうふうになるわけですよ。そしたら土地を有効に生かすために上物を取っ払ってね新しく建てるってことも当然考えに及ぶわけですよね。はい、ちょっと余計な話を長々としてしまいました。それはいいとして、情報の受け取り方です。新しいメールマガジンに登録するとか、新しい LINE グループ、特に稼ぎ系とかに登録すると、やっぱりねセールスする方はものすごく一生懸命なんで、やっぱり古代広告を使ってきてるんではなかろうかという風な気持ちで受け取った方がいいんですよ。これは別にね情報発信する業者さんを助ける、擁護する意味で言ってるわけじゃないですよ。あくまでも上手な情報の受け取り方ですね。儲かるよって言われても、いやいや待て待てと、儲ける人もいるだろうけども、自分がその力量に見合ってるかどうかはこれから分かりますよねっていう風に情報を差し引いて考えるわけですよ、謙虚にね。だからタマホームの話をしたんですよ。タマホームに行っても、もしかしたらあなたはちょっと本当に家建てるかどうか分かんないから今回、報酬は出せませんねっていう風に担当者の方に心の中で思われて、何ももらえなくてもわーわーわめいちゃダメなんですよ。あれ、タマホームのポイントもらえると思って来たんですけどなんて言っちゃダメなんですよ。あ、そうかそうか、なんかそういう風に見られたんだなと、却下されたんだな、じゃあ本当にお時間いただきましてありがとうございましたみたいな感じでやっぱり出直すっていうことも必要ですよね。実際モデルルームの内見会とか行くと何ももらえませんでしたってことも私でもあるわけですよ、ね、ほとんどのところではもらえるんですけども、ここはくれなかったなってのあるんですよね。やっぱり何がしか、悪かったんでしょうね、はい。そして話戻しますけども、新しい LINE グループとかメールマガジン登録した時にね情報が届き始めますけども、情報発信者との関係っていうのはまだできてないわけじゃないですか。だからそこはいろいろとやり取りをしながら、情報の吟味をしながらね距離感を掴んでいかないといけない時に、いきなり言われたまんまにね、本当に1億円稼げるんですかみたいに思うんじゃなくって、じゃあ1億円稼げるかもしれないけども、その最初の最初の1万円をまず目指しますみたいな気持ちで思っておくんですよ。で、そういうふうな謙虚な気持ちで取り組むと、自分の技量に合わせたね案件っていうものが見えてくるわけですよ、ね、いきなり1億とかほとんどの人稼げませんよ、ね、それこそ集客もうまくいってない、自分の商品も決まらない、セールスも下手、どうやって稼げるんですか。おかしな投資まがいのものにお金突っ込むぐらいしかなくなってくるわけでしょ。で、そうなってくると
突っ込んだお金に対しての責任が持てますかってことなんですよ。そのまんま持ち逃げされてパーっていう可能性もちゃんと考えながら本当に大丈夫だろうかと。だってね、どっかの投資に30万とか50万とか100万ね払うとしてですよ、そこまでのことを例えばお父さんやお母さんやね、何がしかの自分の親戚縁者に30万50万入って渡したことありますか？そんなこともしてないのに、なんか知んないけどたまたま登録したメールマガジンや LINE アットにね、よくそんな出せますよねっていう風に自分に対して問い返してみていただきたいんですよ、ね、だったら投資ごととか改めて出会った何がしかの案件に50万払うより先にお父さんお母さんに温泉旅行を招待してね、そこで30万50万まず使ってください。その次じゃないですかと思うんですよね。だからそういう風に考えていったら、情報を鵜呑みにしてもう浮き足立ってね、わあここにいくらいくらつぎ込んだらこうなるんだみたいにならなくって、待てよと、確かに無理すれば払えない30万ではないけれども、これを本当に最近知り合ったばかりの案件に入れるべきなんだろうか、どうだろうかっていうふうに一歩待つことができるんですよ。そしていや、この30万50万をこの業者さんに委ねる前に、この30万50万でなんとか自分のお父さんお母さん身内友人に感謝のプレゼントができないだろうかっていうふうに冷静に考えてみたらね、ちょっとこう見るバランスが取れるんじゃないかなと思うんですよ、うん、そういうふうに考えてみてはいかがでしょうかっていうお話でございましたね。なんかね、私もその速稼塾っていう商品を持っていたりとかね、 FX オリガルっていう商品を持っていますけども、販売をなかなかしないでしょ。だから私はね、うん、どっちかっていうと私に払うお金があったら先にもっともっと恩返ししないといけない人がいるんじゃないですかっていう放送もたまにしてるつもりなんですよね。まあその上でいやいや今回は久保さんの速稼塾に魅力を感じたんでちょっと払わせてくださいってことでしたら、じゃあ頭金だけでもいいですよ、30年間でいいですよとかね、支払い30年ローンもありますよ、まあ譲歩して妥協して私の方は提案しているつもりでございます。だからせっかく私がそこまでしてるんですから、そうじゃない案件にいきなりポンポン30万50万払わないようにしてくださいよ、払わないようにしてくださいって私がお願いすることじゃないんですけども、うん、誰に対してその信用をお金でもって報いていくべきなのかってことをね考えたら、うん、やっぱり国で汗水垂らして働いてくれた自分のおっかさんやお父さんについてなんじゃないかなと思います、ね、もうお亡くなりになっている方はぜひねそのお金でもって墓参りに行って手を合わせてね、そこで自分の心に問いかけてみるといいんじゃないかなというところでございますね。なんか変な放送になりましたね、はい、ということでね、情報を受け取る時の、まあ、注意点の参考にしていただければと思います。どうでしょうかね、いきなり大きな大金を払う時にこういうふうにちょっと差し引いて考えていただければ、まあ焦ってねいろんなところにバンバンお金を使うことはないんじゃないかなと思います。私がこういった情報商売にしている世界に関わってるからこそ私のスタンスを申し上げました。あとはあなた次第です。それでは。